はい。皆さん、こんにちは。元気なアジです。今日は2月の16日土曜日、時刻の方は10時26分です。ピヨ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 はい。そんなわけでね、えー、本日の1個目のね、情報になります。えっ、ー、と、以前、元気な味ね、あの、各社の中古の端末のシムロック解除についてのね、速報を出したことがあります。で、 今日はね、ドコモが正式にこの内容になりましたよっていう内容をお伝えしたいと思います。はい、えっ、ー、とね、これは、携帯ウォッチ、ね、見てる方は、もう、あって見たと思います。ね、えっ、ー、と、2月の15日11時23分ということでね、昨日の情報になります。ドコモ、中古端末と下6く解除条件を変更ということでね、正式発表ですね。 それであのドコモは下ろク解除条件を2019年2月の20日から一部変更するということでねもういよいよあと4日後に迫っております。2月20日というと元気なおじいはねヌーロ光の回線工事をつなげてくれる工事日になりますねちょうど重なるよね。 あのファーウェイの端末の調子が悪い、ね、改善の仕方たがあの見つかったっていうことでね、まあ、そんな動画朝一発聴きながらね、ねそうなんだ、じゃあやっぱ、ジェット D の端末のままの方がいいかなと思ったけどいや、じゃあファーウェイの方がいいかな、どうしようかなと思ってねあの、音楽のサーバー、ハードディスク、ポンってつけて、電源入れれば一生も聴けるってのいいなと思ってね、うん、どうしようと思ってね。 まあそれはいいとして、ね、ドコモのシムロック解除が2月20日からできるということで,でただし、あのロック解除の仕方は、まあ、通常通り2種類あって店頭に持ち込んでシムロックを解除してもらう方法と自分でインターネット上からあのシムロック解除をやる方法、まあ、2種類ありますで。何が変更されたのかとというと今までは あのその持ち主、本人、ね、あの登録されている本人でないと下のけ介助ができなかった、でおそらくゲップで買っている方、ねうん、あのそういう方は全部支払いが終わるまでできないのは、まあ多分変わらないと思うんだけどね、うん、と一括で買ったりとかさ、まあ、そういった場合の方はあの本人ができる。 好きだったかな何でかななとにかく昔はねもう一回解約してしばらくしちゃったらできなくなっちゃうっていうね確かそういう期限の条件も昔は聞いたことがあるんだけど今どうかわかんないんだけどねそういうのがね昔はありましたで今回は中古で買った端末とかあの友達からもらった端末とかね そういういあの中古端末を誰でもねあのロック解除することができますよっていうねそういう内容に変わりますでインターネット上で自分でやる場合はお金はかかりませんで店頭に持ち込んでやってもらう場合はあの手数料が3000円かかります、ね、税抜けなんでえー、っと3240円ね で、秋からは10%になっちゃうからね、3300円になっちゃいます、ね。なので、自分のインターネット上でやれば、一番、まあ、手っ取り早いよね。で、ただし、D、D、なんだっけな、うんとね、あれ、あれが必要なんだよ。えー、っとね、D アカウント、ね、おじいも持ってるよ、D アカウントね、作って、そのまま本収したんだけど、そのアカウントからログインして行うということになるみたいです。 それでね元気なおじいはこのソフトバンクのこのアコースケーター2これをインターネット上でロック解除したことがあってねあの過去の動画にも残ってると思うんだけどとってもやり方が簡単ねでただその時にはあの端末の番号があるんでねまでそれを見て。あので こっち側になこ解除ーが出てくるのでその解除ーを打ち込むとねそうするともうあっという間にもう本当簡単な手続きで下ろく解除があるピュッてねピュッピュッ,ピュッってすぐできちゃうこれがねなのでもう一回やり方はもうマスターしてるのでもう同じような感じだろうなと思っておじいもねチャレンジしてみたいと思ってますでどこものたます元気なおじいのところに今何があるかというとはいここにねえっとね 型番、ちょっと何て書いたのかわからないけど、うちのお袋がね、ずっと使ってた、この携帯、うん、これがあります、ね。これ解約したやつね。これからこっちに乗り換えたんだね。300円の、ね、ピオン家にね。なので、この端末がまず1個あります。そして、元気なおじいがね、一、あのー、回もうソフトバンクのね、あの縛りにうんざりして、本当あのチキチキ割りとかね。 あのなんかそういうのあるじゃん、ね。で、あれが本当にね、全部一緒に終わらないっていうかね、なんからあれいやらしいんだよ、なんか1ヶ月ずらしあったり、なんかどっちにしてもね、ちょっといやらしいあのものがあったんだね、あれね。ずっと抜け出せない、でそれがもう嫌になっちゃって、で、一回、ドコモで逃げたことがあります。で、その時にあに、違う端末を、あの一番安い端末を買わなきゃならなかったね、ドコモは、あの、 ショートバンクと違ってね、敷地割りとかじゃなくて買う、ねもうそれが一番手っ取り早かった、で安い端末を買って、あの1万円ぐらいの端末買って、で、登録した、で、その端末は使いたくないので、あの新品のままね、あーあ、もう何もしたくていいですってね、で、そのままあのあののオークションで売っ払って、ね、で、あの白ロ,ロムで買ったのがこちら、プロジェクター形態になります。でまあ、何のの不具合もなくあの こうもしおじい、そんな電話使わないでしょでさ、これ、プロジェクター携帯あの、気に入ってたんだけど、ライブ配信しながら、ね、こうやって映るんだよってやってて、でぱっ、ピュってやるとあの消えるんだけど、なんか、あっ、消えない、おおっ、おっ、てっ、ってで電源で強制終了したんだよね、でその強制終了した瞬間からあの、もう起動しなくなっちゃったんあ,あれと思ってであの、リセットとかいろいろしたんだけど、 あどうもおかしいで充電してもあのバッテリー切れじゃなくてねやっぱ復活しない何なんだろうなと思ってある日突然壊れたっていうかねうん。 何なんだろうねでバッテリー自体は充電しようと思えば充電できるんだけど、だからなくなっていっちゃうんだよね。バッテリーの寿命なのかなどうなのかなと思ってね。まあ、確か、もうこれ何年か使ったんだよね。確かにね。2年か3年か。うん、そんなパワーみたいに長い期間じゃないんだけど、うん、もうどこも使ってたんだよ。ね、で、これを下6解上したいかな <laughs> と思ったけど、まずこれ電源が入らないんだでね、これどうしましょうって。今ででもねこれプロジェクターだけで あの、使えるっていうか、ワンシグもついてるんだよね。で、表でテレビ見たりするのには、ちょっと重宝するから、重でもまだ出回ってると思うんだよね。この、なんだっけな、SH なんだっけな、これ。ね、片番忘れちゃったけど、ね。まあ、これが残っている。まあ、解除できるものなら解除したいんだけど、電源が入らない。そしてもう一個、これね、えっと、お友達からいただきました。ね、先輩からいただきました。えっと、プラダ。ね、プラダ。 これあのやっぱどこまで使ってたやつなんで、あのー、ねやっぱ持すべきものは友なんだよね。これがつ <laughs> かなくなっちゃって、やーべえ、電話できなくなっちゃったて、ね、って言ったらねあ、古いのでよくあげるよってねであのー、これ古いアンドロイドのやつなんだけど、いやもう電話で使うにはもう全然申し分なくて、ね、一緒じゃなくてね、いや本当ありがたいことに、ね、これは電源が入ります。ね なのでこれも下6回解除してみたいと思います今のところできるのはねこの2台ああとなんだかキッズ携帯みたいのがあったかなうちの袋なんかわかんないけどねあのキッズ携帯なんかちっちゃいので登録してんでこれを買って差し替えて使っていたってねなんかお店の人もそれをあのなんか教えてくれたそうしてましたよつってねまあ、その入り地したのはその店員だと思うんだけどね これだけはちょっと下ろく解除できない状態なんだけどまあ20日以降におじいもチャレンジしてみたいと思いますそういうことで今までねテーブルテーブルじゃないやあ地形の中とか押し入れの中で眠っていた古いドコモの携帯電話、ね、下ろく解端末でできる端末だったらやってみるのもいいかもしれないねただ本当ねあのこれがさ シムフリータンマンで、ただ本当、あの、使えるようになったら、アコースタ態いらないよね、ほんにね <laughs>。これアコースタ態中古で売っ払ってしまってもいい。今ならまだ売れるよね。これ売っ払ってしまって、あの、こっちで使う手もあるよね。ただこれあの、なんだろう、どの型番もみんな、こう、ドコモ用とかさ、ソフトバンク用とかなってるけど、別にあれだよね、こういうキャリーで、 売ってるこういうのってもうメーカー型番みんな同じでさ、まあ、多少あのドコモ用とか au 用とかでね、型番,型番変わるんだろうけども、あのー、逆になったりとかね数字がねでも基本的に中身が一緒だから周波数帯は同じなはずだよねただアイデアはね個別のロックがかかってるだけだもんね IMEI って言うかなんて言うかわかんないけど、キャリアのロックがかかってるだけでしょ。その SIM ロックを解除すれば、多分そのままソフトバンクのやつもしかれると思うからね。そうなんだよね。ほんとこのアコースケータイ2これ手放しちゃって全然いいってことだよね。これだって本当ただただた、だね、あの、うしょ、受けて取るだけだから、うんから見た目は同じだもんだって、ほら。ね。 もう大きさも同じだした画面の大きさもだってほんと同じだした、うん、で、保護フィルム貼ってあるのかなこっちは、うん。なんか表に保護フィルムも貼ってあるし、うん、全然じ、全然変わんないよ。同じだよ、これね。<laughs> あ、シャープだ。SH、SH なんだろう。ちょっと待って。弾けるペ、はじけるペ。よいしょ。 SH07F ってやつ。だからこれシャープじゃん。だから同じだわけだね、これね。<laughs> だったらこれで十分だね、ほんとね。アコースケーターすぐ売っ払ってしまうかな。別にこれがなければ困るっていうものないでしょ、特に。いやだったら売っ払っちゃおうかな。ねいくらぐらいで売れるかな。5000円ぐらいで売れるかな。ね うん5億5000円ぐらいで売れるんだったらさなんか違うものに化けた方が嬉しいような気がするなはいそんなわけでねぐだぐだしたんでこの辺で終わりましょう2月の20日から中古のドコモの、ね、端末霜降りジロ円でネットで自分でやればね0円でできるので、ね、もう皆さんガンガンシムロック解除してねでもなしもお得に借りてそれであの刺して使いましょう あ、もナシム使っても読めないのか。通話できないもんね。<laughs> あ,のえあの、SMS、SMS、s n s SMS 認証、ね、とかで受信するのに使えるでしょう。ね、そんなわけで、もう賢く使いましょう。そんなわけで、おじいでした。またね、バイバイ。ピュピュ。